おい、なんだよ。なんだなんだなんだ、気をつけろ、敵が動いた。敵ダウン。なんだよ、おいおい、すごいことになってる。巻き返すんだ。おい、熱い。いやー、ここはやばかった。カタ、状況は？カタ、聞こえるか？囲まれすぎだよ。囲まれすぎ。ターゲットを破壊。またそちらへ向かいます。変わりはなしだ。最高の殺しだったな。お前ら余裕だな。あんなにすごいミサイル空爆したのに不死身だ。よーし、オッケー。サムウェア、お前の出番だぞ。ブロンクス訛りが出ないように祈るよ。ブラックリンだ、訛らないよ。やり遂げたら俺は引退かな。それじゃやる気が出ませんよ。大丈夫、砲台をしっかり見てろ。そうします。あと5キロ、明かりを消します。頑張れよ。宇宙か。原水のために危険を冒したが、それだけの成果はあった。よくやった諸君。抵抗勢力は盛り返し、その数を増やしている。だがレイヴンズロックには切り札がある。奴らはボロディン大統領を国境近くの監獄に閉じ込めている。ロシア政府を再建するためには彼は欠かせない人物だ。ドゥーカ元帥はボロディンをモスクワに移送するために待機している。我々が彼を奪還する。コザック、君の出番だ。君は監獄に侵入し、ボロディンを発見、救出せよ。オッケー。ロシア、シベリアですね。大統領救出か。今回は素早く静かに接近することが条件だ。サブマシンガンがぴったりだ。だが念のためにバックアップにタクティカルスコープ付きのライフルを持っていけ。
まあおすすめでいいよ別に。ミッション開始。なんだ。ステルス迷彩だから気づかなかったよ。マジか。いえ。あなたオーバーロードだ。聞こえるか。はっきり聞こえます。暗示されるなと。収容キャンプがこの先にある。警備システムを止めるまでは気をつけろ。必要なら攻撃してよいが警戒されるな。人に見えるところでは殺してはならん。わかりました。頭を下げているんだ。後で会おう。了解。だがしかし頼みの綱、ドローンは使えるようです。3人以上いたら困るんだよな。てか仲間いないとか、もしかして仲間はいなくて俺だけ、仲間はいなくて俺だけか、もしかして。ははは、仲間に攻撃してもらえないっていうパターンか。この3人は山場かな。僕はドローンが頼りだ。上にもいるぞ。奥か。